スペースビズキャスターの田中愛理です。宇宙兄弟のムッタとヒビトのような宇宙愛にあふれた方々を増やしたいと思い、親子で学ぶ宇宙クイズを始めたいと思います。今回は太陽系で最も小さい惑星はという質問です。 ABC から正解を選んでみてください。 A 地球、 B 金星、 C 水星。皆さん分かりましたか？正解は C です。水星の直径は 4880km で、地球の4割 40% ほどなんですね。地球が水星の約 2.5 倍と言った方が分かりやすいですかね。ちなみに地球の直径は 12756km で、金星の直径は 12104km になります。復習すると、太陽系で最も小さい惑星は水星で、地球と金星はほぼ同じ大きさなんです。太陽系ではなぜか地球に近い惑星は似たような大きさの惑星が集まっているんですね。不思議。では皆さん、バイバイ。またね。チャンネル登録よろしくお願いします。